スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は 皆さんこんにちはナジラネラジオ新潟パーソナリティを務めさせていただきます株式会社渡森の渡辺健太ですどうぞよろしくお願いいたします今期第5期を迎えたゼミ新潟が送るナジラネラジオ新潟今期第2回目の放送ですが改めてタイトルの説明をいたしますナジラネとは新潟の方言でいかがですか調子はどうですか という意味です例えばお聞きの皆さん「なじらね」なんて使い方をします。ということで今期第2回目となります「なじらねラジオ新潟」今回は「新潟発損害復旧にチャンス」をテーマにゼミ新潟メンバーでもあります有限会社入山建設の代表取締役社長入山義行様をゲストにお招きしてお送りしたいと思います。 支援も挟んで、前半は土木から建築まで4代にわたるノウハウの蓄積、桐山建設の取り組みについて伺っていきます。どうぞお楽しみに。第一官業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。 地域との触れ合いを大切にし皆様の幸せに貢献いたしますこれが第一関心の経営理念です中小企業オーナーの皆様企業・創業を目指す若者女性経営者の皆様どうぞ気軽に視点をお尋ねください共に未来を語りましょう関心で安心を ナジラネラジオ新潟、今回は有限会社入山建設の入山義行社長をお招きしてお送りいたします入山社長、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい、さて入山建設は新潟県北神原郡西郎町にある建設会社ですよねそうです、えー、西郎で、えー、土木工事を主体に頑張っておりますはい、西郎町、えー、新潟よりちょっと北に行った素晴らしい環境 あの牧歌的な雰囲気のいい街ですよね。ありがとうございます。はい、僕も大好きです。えー、はい、えー、とてもあの自然豊かでね、素晴らしいですね。うん、さあ、まずは入山建設様の業務内容についてお伺いしたいと思います。はい、えー、先ほど言いましたように私どもはあの土木工事が主体で、はい、土木工事、下水道工事、解体工事、建築工事と。 えー、やっております、はい、大きく分けて4つのジャンルということですが土木工事といっても、えー、一般的に私どものイメージがちょっとつかないので土木工事の説明からお伺いしてもよろしいですかはい、えー、まあ側溝工事とか、はいえー、歩道工事とか、はいえー、田んぼの水路の工事とか、はいえー、皆様の、えー、住宅周りの土留め工事とかはいああ道路工事もあれば 土手の土留めのような工事も含めてすべて土木工事をされているということですね、そうですね、えー、俗にまあ一般土木工事なんと言いますはいそして下水工事のことは、そうですね、伊勢路町等で本館工事、2、3メーター掘ってでかい館を入れたり、あとは住宅周りの,あの宅内配管とかやっております。はい そして3つ目に解体工事と,いうことでええー、これもあの木造住宅の解体が主なんですけども、まあ、場合によっては鉄骨構造や鉄筋構造物のお解体もやっております、はい、そして、えー、建築工事はいえー、まあ最近はもう建築はあの当社なかなかあのメインでは取らないんで、えー、リフォームとかあと外壁の張り替えや屋根のお瓦の上げ替えとか あと住宅周りの外交工事ですかねフェンスとかブロック塀とかカーポートとか土間コンクリートとかやっております、はあ、ありがとうございます、えー、建築といっても多岐にわたると思うんですがこの4つあの1個の会社さんでやられてるっていうのも私にとってはちょっと面白いなと思ったんですけれども。 そうですね。あのー、当時はあの昔からの土木工事建築工事まああの先代が建築とかやっておりましたので。はい。なるほど。では早速今話に出ましたその入山建設のルーツについてもお伺いしていきたいと思います。はい。ありがとうございます。えっ、ー、とあの当社の私あの四代目でして。はい。あの初代が、えーまあ、新潟県のあの 旧味方村なんですね、はいえー、そこであの、まあ、明治時代にあの戸籍ができたということでそこであの入山という,う名字が発生したんですけども、はいはい、そこから、えー、と新潟市に戸籍が移り今現在の、えー、瀬羅町の町で初代の方はどういった業務をスタートされたんでしょうか 私の,あの,、まああの父親とか、うん、じいさんに話を聞きますと、はいうん、何かあのやはり土木工事みたいな形で、えー、何かあの旧俊敏型なんていう方が干拓工事やってたらしいんですけども、はい、まあそれに向けて何から方方ら流れてきたらしいですねははそして2代目入山社長の。 おじいさんにあたる方でしょうか。二代目の方はどういった業務を？はい、ええ、それでまああの当時もやっぱりなんか土木工事だけではその飯を食ってられないっていう話で、やっぱり手に食をつけた方がいいということでなんか初代が。 えー、やっぱり大工の弟子につけて、まあ、手に職で、えー、それだったら何とか仕事を、うん、進んでいけるんじゃないのっていう,うな感じではは初代の干拓作業をしてた土木に近いような仕事だったんですが2代目で大工さんができるようになったということですねそして、えー、3代目はええー、やはりその、うん、じいさんと一緒にやっぱり大工をやってたんですねええー、それで、えー、大体あの 大工やって昭和の40年頃から、あのーまあ、木造住宅の受け入れ工事とかやりながらまた10年ぐらいあとの昭和50年くらいなんですけども、はい、土木工事もやっぱり父親もやっぱりその血を受け継いでるんですかね、うんえー、やっぱり土木工事もなんか好きな,、うん、なるほで <laughs> そしていよいよ、えー、入山社長の時代4代目ということですが、えー、そうですね、えー、やはりあ私もあのー 当初はやっぱり大工を目指しまして、えー、の高校はの建築のある建築家を卒業いたしまして、まあ、10年くらい大工の見習いとまたあの父親が土木工事もちょっとやってましたので土木工事の作業と、まあ、両方取り組みながら建築と土木と両方の,あの資格を取得、まあ、取ったわけですねはは、まああの。同じ建設という中にも 着手の難しいジャンルがいろいろあることとそして、えー、過去の3世代の中で業務内容が蓄積され今の入山社長の入山建築建設が構築されたというのがよく分かりますねただあの私も聞いててちょっと面白いなと思ったのは解体と建築というのは全く別の作業なんじゃないかなと思ったんですけれども、はああ、そうですね えーとあの解体工事っていいますともの、まあ、をこう壊していくんで、まあ、作るっていう建築からすると全く反対の仕事みたいなんですけども実はあの当社の先ほど由来あの話をしてるじいさんとか父親が、はい、あの建築工事やっておりまして、はい、こう建てているもう建て上がっていくっていうのがあの私も小さい頃から見ておりまして実際そういう職にもついてるものですから。 ひょっとするとそれをこう逆にやっていけばきれいにこう海底っていう建物を崩すことができるんじゃないかなとそういうふうに考えました。なる,なるほどですね、えー。作っていくのを知ってるからこそ壊していくのも全く逆の順序で壊していくことで経済的なロスも減らせそれから環境にも優しいゴミなんかも 非常に細かく分けながら解体を進めるノウハウがあるということですね。そうですね。はい、やはりあの建てるときはあの少しずつ材料を持ってきてこう建てていくわけなんですけども、はい、解体も同じようにこう少しずつあのこう剥ぎ取っていくみたいな形ですかね。ーー建材もいろんなジャンルのゴミでしょうし、はい、ガラスがあったりコンクリがあったり。 木材材ががあったりと確かに素材が違ううわけでですすよねそそうですねそ、まあ、例えばあの、えー、ガラスま戸窓を外したり、はい、弁当を外したり畳を取ったり、えー、それから天井を壊したり、えー、壁を壊し最近は石、ま、膏、あ、ボードでしょうかねだったり、えー、土壁を取り除いていくと、まあ、やがて骨だ,だけになるっていうそういう形でしょうかね。うん いっぺんにガサッと壊すよりもやはりいろんな意味でメリットはあるということでしょうか、はいえー、これはあの少しずつ剥ぎ取っていくので飛散、はい、物があまり出ないんですね。例えばあの隣に地が近くてもゴムイが飛んでいかないとか。今、密集地多いですよね。そうですね、えー、当社はだから あの住宅密集地とか商店の隣接地とか、はい、そういうところはまあ意外と得意でやっておりますねクレーム、粉塵についてのクレームなんかは大きく減るということですね、うん、全くその通りで、はい、さあそして土木についてもお聞きしたいんですが先ほどお聞きしたように土木工事といっても、まあ、道路工事や土手の工事ということなんですけれども。そうですはい、えー 先ほど言いましたようにあの当社の一般土木ってって皆さんがや,やっとられる土木工工事屋さんであの当社の入札で仕事をいただいたり、はいえー、民間の方から仕事をいただいたりして有事工で水路ですかね側溝を入れたりあと縁石を並べて、はいまあ、歩道を作ったり、うんまあ、田んぼにあの水を引くのに有事工ですかね水路を作ったりとか。 そんなことをやっておりますこれだけの車社会になると道路のインフラ作りというのもやはり大変な作業だったと思うんですけれどもここ最近でもやはりそういった事業はあるんでしょうかねいや最近がですねこれあの土木工事がだんだんあの衰退しておりましてあの衰退っていうことよりも、はい、あの整備が進んじゃったっていう形でしょうかね。以前は砂利道が多かったり 例えばガードレールがない道なんかも多かったのが今はもうこれだけ交通網ができてくると、ええ、ある程度道路工事というのはもう終焉というかあの新しいところを山を切り崩したりしない限りは道はもうほとんどついてしまったとといいうううことなんででしょうかねねはそす皆さんの,あの周辺でもそうだと思いますけどもあの狭い歩道が広くなったりとか ちょっと狭い道路のところがこう拡幅って,言って広くなって通りやすくなったりとか、はい、そういう工事はあると思うんですけども、はい、新たにこう道路を広い道路を作っていくとかそういうのがだんだん少なくなってきたんですね、はあなるほどですねよくわかりましたありがとうございますありがとうございました四世代にわたって蓄積されたノウハウ 今になって生かされているということがよくわかってまいりましたそして後半からはこれからの新聞や損害復旧につながるわけですねそれではシーエムを挟んで新潟発損害復旧にチャンスについて詳しく伺っていきたいと思いますきれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す 宝希はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去鉢の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス 宝広記なじらねラジオ新潟今回は有限会社入山建設の入山義行社長をお招きして新潟発損害復旧にチャンスをお送りしておりますそれでは後半入山社長引き続きよろしくお願いいたしますお願いしますさて前半の終わりでも触れましたが タイトルにもなっている「損害復旧にチャンス」ということでこの聞き慣れない損害復旧という言葉をまず教えていただけますでしょうか、えー、はい、えー、これはあの自動車事故によるものを壊すっていう形で自分が運転した車を人のものにぶつけて壊しちゃうっていうことをそれをあの元通り元の形に復旧するという 作業ですかねなるほど私も初めて聞いた言葉だったんですが、えー、損害復旧といっても今入山社長おっしゃったようにただ自尊のような形でガードレールにぶつかることもあれば、えーまあ、民家の壁フェンスを壊してしまったりとか、えー、土手に落ちたら土止めや土手その他田んぼが壊れたりとか事故もいろいろありますよねそうですよね。 今あの多種に渡たりますけども、えー、当社はあは以前からやっておりましたその土木建築工事の業種にこう全くう同じ仕事になるんですけども以前からなんですけども県道とか町道でこうガードレールを壊したのを直したり看板やら標識やら、まあ、そういう土手やら、あのー、田んぼに落ちたものまで。えー 修理してたことがあるんですね、はいうん、でたまたまそれで、えー、実はそれはあの自動車事故という損害保険で、えー、直す仕事だったっていうことなんです、ね、は。損害復旧工事ということでどういうところから僕も発注が来て自動車事故で壊してしまった道路や壁などどういう業者さんが直してるのかなと不思議に思ってたんですけれども。はい 私も最初はあのよくわからなかったんですけども、はいえー、たまたまなんですけどもあの私の,あの、えー、自動車をの保険をかけてる代理店のん方からいや実はそれはあのん私どもの代理店がこう加入してる保険会社そこちらの方うからこう、うん、仕事の依頼が出て、はいはい、それであの復旧してるんだよっていう話を聞いたんですよ。 なるほどですね事故を起こした本人が、えー、破損した道路や壁を直接業者さん建築建設会社さんに発注するのではなくて自動車保険で保険の方がそれを受けて発注をかけてくるとといううことでしょうか全く、うんま、その通りですあの、えー、本来はあのご本人さんがぶつけたご本人さんがそ,うそうですよね、うん、あや直さなきゃどういうい業者さん呼んで、うん 直したらいいんだろうなんてちょっと頭をかすめますね。うん、大変ですね。知らないと大変です。大変です。うん、とてもとてもできない多分。<laughs> ええー、そしたら事故が起きたときにどういう形でどういうふうに直したらいいかっていうのを誰に頼めばいいでしょう。そうですよね。ええー、まあそういう時はやっぱりあの土木業者さんとか建築業者さんとかはいはい社外屋さんとか大工さんとかになりますよね。そうですよね。 ただ事故の直後にそういう業者さんに依頼をかけるかというとそうではなくて実は保険屋さんにお願いをして保険屋さん経由であ注が来るということなんですねそういうんですあのー、実はこれあの、えー、保険会社さんと契約してないと連絡こないんですねその通りだと思います <laughs> <laughs> 私もあの不思議だったんですけれどもなぜこの 建設業者さんの中でこの保険屋さんの復旧の仕事が来るのかなというのを疑問だったんですよ。ええ、あのー、実はこれ、あの私どもの,あのお付き合いしてる保険の代理店さんから、はい、の聞いた話で、えー、やはりあの相当あの頑張らないと、まあ、契約はしていただけないということで、保険会社さんの担当者さん にまあ、私のこんなことをやってますよっていうことをまあアピールしまして、うん、それであのお願いして、はい、まあ運よくその契約できたと。なるほど、まあ、運よくと入山社長おっしゃいましたがやはり前半で聞いた入山建設のいろんなジャンルに対してのノウハウそのノウハウがあったからこそ保険屋さんもおそらく道路 工工事事配管工事土木、うん、建築までできるということであり,ありとあらゆる自動車事故が起きた場所に対して、うんえー、力を発揮できるっていうこともあったんじゃないでしょうか、うん、そうですね一応のこう申し込みする時っていうか契約をお願いする時には、まあ、当社で以前からこう長、えー、道とか剣道とかであのガードレールやら看板とかそんなのも直してましたよとか。 えー、あと、うん、標識とかブロック塀とか、えー、住宅の外壁なんかも直せるし、はいえー、上水道下水道お、まあ何でもあのやれるわけなんですねそうですね実績ももちろんあられたわけですね、えーまあ、そんな実績をこう少しこう書き添えて、はい、ぜひあの <laughs>、えー、契約してほしいなっていうそんな感じで、まあ、あの長い目で <laughs> なるほど。<laughs> はい えー、そうしますと発注されるのが保険会社さんからということでこれはあの回収の心配なんかもないそうですねまああのん工事代金はあの仕事が終わって石油を出すと、まあ、翌月には必ず入金になっておりますしそういう面ではもう全く心配なくあの工事はできます。公,公共事業並みに 信頼のある、ま、保険会社さんからの、ま、入金もあるということで、うん、安心してお付き合いもできるということですね。そして今よくニュースにもなってますけども高齢者の方の自動車事故も多くなってきているので、えー、これからまたそういった車社会の事情が変わってくるというのも一つ、はいえー、やはりあの、うん、最近あのお年寄りの ブレーキとアクセルの間違いというのがすごく増えておりましてそういうあの工事、復旧ラインがたくさん来ております。これからますますあの、まあ、事故はもちろんない方ないに越したことはないとは思うんですけれども、えー、そういった事故が増えてくる可能性もあるということですね。ち、はい、ちなみにこのの放送を聞いいたた同業他社ライバルの方がいやそれれであれば私たちも損害復旧工事 新規参入してみたいなって思う人もいいるんじゃなででしょうかそうかそすね、えーまあ、皆さんあの頑張ってやってみると分かるんですけども、はいえー、やっぱり、えー、の損害復旧ということで保険会社から依頼を受けて処理するものですから、まあ、個人情報の管理とかさまざまなあのこう制約があるもので各やっぱり保険会社さんと損,損害保険会社さんです、ね、と契約しないとこれにあの携われないんですわ。 ただ手を挙げて私のとこ直すから保険屋さんうちに発注くださいよと言ってもそうそう発注が来るものではないうそういんですねやっぱりそれなりの信頼度実績度があってでなおかつあなたところでいいですよっていう契約をした契約書を私どもは持ってますのでなるほどということであの前半にお聞きしたい今までの 入山建設様の業種に加えて今のこの損害復旧というのが売り上げ高も非常に伸びているということをお伺いしたんですけどもえー、えー、約五年ほどやっとるんですけども、はい、毎年こう、うん、倍倍とまあわずかですけどもこう倍っつて,ても、えー、昔はあの百万二百万くらいからですけど、はい、ええー、まあ本当にあのこうたくさん仕事を皆さんから頂くようになってまあ 半分近く売上げの半分近くになってきます。いそれはたった五年で売上げの半分近くというのは大きなジャンルができたということですね。おかげさまで、えー、これもやっぱり、えー、日頃あの私たちあの一生懸命 <laughs> 真面目に取り込んでいるうんことをまあ皆さん見ていてくれてるのかなっていうそんな気持ちで頑張っております。素晴らしいですねあの謙虚なお言葉ですが私をお聞きしてて過去のノウハウや 先代たちのしてきたことの蓄積から出る結果をうまく入山社長がこのジャンルに結びつけたのかなというふうに感じまました、はい、ありがとうございます、うん、やはりあの先,代先々代とこう、えー、伝承してくれてるそういうあの私どもの,この入山っていうところができる仕事でしょうかね。あの蓄積でですすかね素晴らしいです、はい さあそして損害復旧工事以外にも入山建設が取り組んでいる別の事業があるということですが、はいえー、と実はあの建設会社になった時なんですけども、はい、以前からの個人経営の時からのうちの私の母親があの金物店というあの小売店をやってたんですけども。 その後あの母が亡くなって私の妻がそれを引き継いだんですけども、はい、やはりあの最近あの金物店はあの大型ホームセンターがこうできてきたもんですからそうです、ね、なかなかの厳しい環境になってきたもので、はい、何かいい方法がないんだろうかなっていう話を、まあ、2人で知ったんですけども、はい、たまたまあのその時にあの友達とか知り合いとかで。 あの新築祝いやあのこう出産祝いなというものがこう重なってきましてですね、はい、まあ新潟の,あの有名デパートからこう品物を買い求めて送るわけですね、はいうん、でも送った時には必ずそのお店のこうパッケージングになってるわけですよそうですね、うんまあ、そうすると皆さんやっぱこういうパッケージングになってるとあこれはどこどこで買ってきたのかなって。 そうするとやっぱりそこに、えー、まあわざわざ行くわけじゃないでしょうけども行った時に、はい、あこれいくらだったわっていう踏みされちゃうんですよねえー、ありますね。はい、まあそんなことがあの何回かあったもので、はいえー、やはりあのせっかく皆様にこう品物を贈るのに、うん、もう少しこう気の利いたあの素敵なものを贈りたいなっていう、はいうん、そんなことからえー 私の妻がじゃあ,あのお店をちょっと改装させてもらって、はいえー、何かそういう品物を置きたいんだけどっていう話から、あのー、陶芸とか洋服やらパッチワークやら絵画などそういう作家さんが作ってくれるそういう品物を置くお店を始めることになりました。あはーあのアーーティストさんの作品を置くギャラリーも 併設されたとということです,ねそうです、ね、まあ,あの途中からな金物店をこう下火になってきたもので、はい、えその途中からなんですけども、まあ、名前があの手作りギャラリーラベイユっていうお店として、はい、あのそういう,う皆さん、うん、っていうかあの作家さんの作られる品物を置くようになりました。ははえー、例えば新築祝いで いいギフトがないかなと言ったら入山建設さんの近くにあるそのギャラリーラベイユに行ってオリジナルのそこにしか置いてないようなアーティストさんの作品が手に入るといううそですね絵画を描いてくれるあの先生もいらっしゃいますし、はいはい、アーティストですねあと陶芸やってる方もいますし茶碗やら壺やら、うん、またあの 洋服などもやってくれる方もいますし壁にかけるタペストリーやらさまざ、あ、まなものがやっぱりありますよねいや面白いですねそして何かその、えー、陶芸品の一部なんでしょうけれども、えー、その中でも最近ちょっとヒット商品があったということではいあの実はあの、えー、以前からあの私はあまり知らなかったんですけどもあの なんか陶器でできたの茶香炉っていう品物があるんだそうです、はい、香炉は聞いたことありますけど、うん、お,茶お茶の茶がつく茶とといううことでですすよねえそうです、えー、最近なんかあの皆さんあの女の方アロマを炊くとかなんかその辺で同じような形をした、えー、なんか中にあのろうそくをともしてそれであの上に皿をあげてその上にアロマやら また、これはあのお茶の葉っぱをまあ特に煎茶がいい香りがするみたいですけども、そのはい、お茶をこう乗せて炊き上げるんですね。お茶をいったような焙煎したような香りがするということで、非常にいい匂いがするんじゃないですか。えあのま、お茶の香りはあの日本人ならこう嫌いな人はいないでしょうし。まあ、実はこのお茶の香りっていうのも あのなんか消臭の作用もあるという話を聞いたことがあります、はいはい、えー、実はあの家内が以前の煮物の鍋をうっかりあの焦がしてしまいまして、はい、その時この、まあ、そんな話を聞いたことがあったので、えー、茶香炉を数時間あの炊いたんですねはい、えー、そうしたらその焦げ臭い匂い,いが、まあ、ほとんどこう消えちゃってはははあそういった実際に いい香りでまあちょっとついてしまった臭い匂いなんてを消せるということが分かってそれをお店でお客様にお話ししてたところ茶香炉がそぶように売れたということですね、はい。ありがとうございます、えー。もう数百個売れてるらしいです。すごいですねあの建設業さんのとは思えないあの新しいジャンルへの取り組み。 でまたあの若いアーティストさんですとか無名のアーティストさんの発掘にも力を入れてらっしゃるそうですねあのー、だんだん、あのーうん、アーティストの数も増えてきまして家内に聞いたら最近100人くらいにはなってるということで 1>, <ー>、えー、1年間を通してこう変わる変わる皆さんにそういう、うん、品物をこう見ていただいてあの、うん、買っていただいてまた その中で若い人が私のもこ,うここに置きたいんだけどなんていう話から若い人のアーティストもこう発掘してまさしく山口先生がおっしゃるつながるということはキーワードになりますがそういってつながっていったことでまたさらに輪が広がったということなんですね。えー、<や>あと、はい、ついでにもう一つそのチャコールですごいあの話を聞いたことあるので、はい、お話ししてもいいですかねあ。どうぞどうぞ お願いします、えーえー、実はあ,のある時あの寝たきのおじいさんがいるお宅で、はいえー、34歳のお孫さんがあのこうそのおじいさんのそばにい行きたがらない、はいえー、その部屋に行きたくないっていう話があったんだそうです、はい、でそのお孫さんに話を聞いたら「うん、臭いから嫌だ」っていう、はい、<laughs> なかなかそのおじいさんの部屋に寂しいですけれどもそうですね。うん そこで、なんか、あの、そこん中のおばあさんがあの茶コールのことを思い出して、しばらくそのおじいさんの部屋で茶ころを炊いたんだそうです。はいうん、でそうしたらあの、あのおじいさん本当にこう、うあ、いい香りだねって言いながら、あの部屋の中、うん、部屋中がこうお茶の香りにこう包まれたということで、はいうん、おじいさんをとってもこう気分よくしてたんだそうですけど、はい、そこへさっき話してたお,お孫さん、お孫さん、うんはい、そのおばあさんに会いに。 あのおじいさんじゃなくておばあさんに会いに来たらしいんですけども,、はい、でもそこであのおじいさんの部屋でしばらくずっとここ遊んでいてえ聞いたら「うん臭くないよ」って「何も匂いしないよ」って<ー>そう言ったら出すんだそうですお孫さんもニコニコ喜んで来る回数が増えるそうですね,ですね本当にこれはすごいことを聞いたなと思いましてですね、まあ、それからあのこの話を聞いてからまあ茶をころを皆さん買い求める時そんな話をしながらあの 買っていていただいてます。私もそのエピソードを聞くと茶香楼購入したいなと、やはりちょっと思ってしまいますねあ。ぜひはい。大変面白いです。えー、ま、そして今日入山社長には最後にスモールさんとの出会い、そして今お聞きした。異業種えー、ちょっと違うジャンルを取り組もうというきっかけにもなった。まさしく、そのスモールさんとの。 出会あの実は6年ほど前でしょうか、はい、あの山口先生の,あの新潟での講演を聞かせていただきまして、はい、あとても素晴らしい話をされるなと思いましてえその時にあの会員になると、えー、毎,毎日っていうか毎月こう、えー、インターネットで配信されるよっていうスモールさんの,あのことが 配信されるよっていうことを聞きまして、はい、あこれはぜひ会員になりたいなと思いまして新潟ゼミが今期5期目ですので、えーえー、5期が始まる前のお話ですねそうです,そうですね、はい、ちょうどあの新潟であの先生がなんか講演するっていうのを何かのことでこう、うん、聞きましてそういう素晴らしい先生の話だったら一度聞いてみたいなと思いまして聞いたんですねなるほど そして、日曜大学にもかなり参加されてらっしゃるということで。それから、あのー、案内が来るもんで、はい、日曜大学という立教大学でその、年に一度日曜日に先生が声を行うんで、来ないかという誘いの文面を目にするもんで、はい、なんか胸騒ぎがするんですね。なるほどでですすね <laughs> まあ授業ののことと言いますとまだその頃は 損害復旧のジャンルやギャラリーのような小売りにも参入していない時期に山口先生のゼミを聞いたい。はい、えっ、ー、とちょうどその頃でしょうかね、はい、こうやり始めようかどうしようかなんていうこう迷ってた時期っていうかはいそうしますと山口先生がおっしゃる5% 新しいジャンルへ投資をし続けるというようなことも頭に残っていてそのまま実践をしていて、はいまあ、まさにその5%でしょうかね、はい、あのやっぱりこう新しいことに挑戦する時はとにかく一歩前足出しなさいと、はい、進みなさいと、うん、そういうあの言葉がこう私にあのこう背中を押していただいたような形でなるほどですね、はい、そこで取り組んだことによって 5年後の今、売り上げの半分はその損害復旧工事、はい、そして一部は小売りのギャラリーもやってらっしゃるということで、えーはい、本当にこれあの、相撲さんに入会して先生のお話を聞かなければ、まあ、この取り組みはなかったのかなって今、振り返るとそんなありがとうございます。素晴らししいい、ですねはい、そてて今、ささんゼミに入会されて、えー 今年で三期目でしょ、三期目なんですね、はい。これからも頑張りたいと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。マイクロナノバブルのシャワーヘッドは。節水効果だけでなく、洗浄、温浴、保湿作用があり。全身で感じる美顔器とさえ言われています。私たちは。真鍮加工をベースに培った特許技術で。世界に通じる、そんなシャワーヘッドを生み出しました。医療。 農業、水産、美容、食品加工その他あらゆる分野でその技が光ります田中金属製作所スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちがともに学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています 入会ご希望の方はホームページからどうぞさて「なじらねラジオ新潟」今期第2回目の放送「新潟発損害復旧にチャンス」がもうすぐ終わろうとしています本日お聞きした入山建設の取り組み損害復旧という4世代にわたるノウハウの蓄積により つながった新しい業務形態そしてその新しい業務形態が売上げの半分にまでなるというさらには小売業への参入ということでスモールサンゼミとの結びつき学びも大きく影響していることがよく分かりましたさあスモールサンゼミ新潟このようにたくさん魅力的な経営者がいらっしゃいます。 ゼミ生以外でも注目に値する企業もあります機会があって新潟を訪れた方がそうだあの会社を訪問してみようと思うような魅力ある新潟の中小企業のことをこれからもどんどん発信できたらと思っておりますナジラネラジオ新潟これからもどうぞよろしくお願いいたします次回のナジラネラジオ新潟次回の放送予定は決まっておりませんがその時までにまた 新潟の魅力をたくさん仕入れておきますそれでは皆さんさようなら